回初めてを見せてくれるのは福岡市博多区の池野ジュリちゃん1歳。池野家の長女として生まれ、一人遊びが上手で好奇心旺盛な女の子です。そんなジュリちゃんが今回初めて体験したのは初めての人参。不思議な色の人参に少し警戒気味。頑張って食べてみて。少し大人の味かな。人参はこれから好きになるジュリちゃんでした。これからもたくさんの体験が始まるね。初めてを体験するお子様を紹介しませんか？詳しくは桃地浜ストアで検索してください。